演武開演。どうも、本日はこちら、オキガメの大粒の金時豆ぜんざいを食べてみたいと。金時豆か、ぜんざいでいうと小豆のイメージが強いんですが、どんな感じなのかな。これをこうやって器に仕込むわけですね。はい、中身はこのようになりました。ですが、ぜんざいなのでちょっと温めてきますね。しばらくお待ちください。どうも、温め終わりました。こっちが見せにくいな、こうかな。ではいただきます。ホクホクお豆美味しいですけど、もうちょっと欲しいです。金時豆は大粒でホクホクとして食べ応えもあって、甘いお汁とも一緒によく合っていてとても美味しかったんですが、ぜんざいってもうちょっと細かい小豆が、いや、お豆がちざーっと入っているような印象なので、ぜんざいというよりは甘露煮に近いような印象かなといった商品でした。なのでぜんざいとして考えるとちょっと一つ点が下がるかなということで、こちらの点数させていただきました。お豆としてはとっても美味しかったですよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。